土曜日、まあ、リセットすることになって、まあ、今日朝フリーで帳尻を合わせてきての結果だったんですそうですね、まあ、予選はね、車のフィーリングちょっとずいぶん変わっちゃって、で、まあ、8番手だったからね、ちょっと結構大変だったけど、まあ、チームも頑張ってくれたし、まあ、自分自身も踏ん張れて、まあ、決勝、まあ、朝フリーも盛り返すことができたし、決勝に向けてもいい状態で行くことはできたんだけど、まあ、ちょっとスピードが足んなかったかなっていう状況です、まあ、序盤スタートも、ね、うまく決まって、まあ、久々に最近の課題だったので、まあ、序盤のペースアップ、まあ、あと、まあ、集中力含めて、まあ、その辺は自分うまくコントロールできたので、まあ、その辺は良かったんだけど、ちょっとスピード足んなかったですね。まあ、残り2戦になったんですけども、まあ、次こそは、そうですね、まあ、今回も、ね、力負けしているので、まあ、本当このままじゃ、ね、取れないので、まあ、本当ここから集中して気合入れていこうと思います。